松山青陵高校の学校紹介は野球部富岡隆樹がお伝えします。男女共学となり16年目を迎える本校は今年度も多くの新入生が入学し、礼儀、神儀、明朗の校訓のもと勉学に励み部活動に励んでいます。お願いします。野球部は2016年以来の2度目の夏の甲子園出場を目指し日々練習に励んでいます。今年のチームはしぶとく、粘り強く、根気強くをテーマに全員が責任感を持ち練習に取り組んできました。投手は右腕サイドスローの親川、左腕の関を中心に多彩な投手陣で勝負できる体制が整ってきました。攻撃面では粘り強い打撃を持ち味に得点力アップを課題に練習を重ねています。もう一度新たな歴史を自分たちが作るんだという思いと感謝の気持ちを胸に心を一つに最後まで戦い抜きます。